昔ながらの中華そばみたいな。これなんで昆布だよ。塩辛く似てますね。勉強するための企画です。皆様にこの後ですね、手渡しでお
り込みチラシを配って歩きたいと思いますので、どうかモダンライブの日はですね、今日この会場をつなげてくださった気まぐれ満足居酒屋のんのんさんがですね、出張で。YouTuber じゃないって言ったよ。かなりあっさりしてますよ、真面目に。でそんなに癖も強くないですね。これバラ肉入ってます、ね、バラ肉あっさりして、いやもうこれダジャレじゃなくて、このスープ結構好き。寒い、ね、夜空の下でラーメンを食べながら人生を振り返る。
してこの爪の間、爪の間から豚骨の匂いしたりして。この戦いを持ちまして、皆さんにラーメンをお見せすることから卒業します。チャーシュー多いな。誠にありがとうございます。お食事がお済みになった後の容器は4本の市の昭和店側にあります。食器下げ口まで。もうさすがにもう食べたくない。じゃあ本日の一杯目いってみます。ほん、あ、違う、混ざってる麺のダブル麺や。ダブル食感。あ、ちょっともうちょっと細めのもちっと感。そしてベビースター的なもの。これ、あの大人の事情で名前消されてます。皿うどんの細い揚げてるやつ、揚げ麺。チャーシュー多すぎる。やべえ、僕もギブアップするかもしれない。わあ、ここの麺が多い。味が濃い。カレーっていうかカレー風味だな。